ゆるき、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。神奈川県知事選。神奈川県を作ってくれるのは一体誰なのかっていうのを占おうと思います。はい、基本的に1日に報道がアップしています。個人鑑定の申し込み方法は、動画概要欄にリニューアルしたのが書いてあります。さて、お知らせなしでサクッと行きましょう。神奈川県知事選と、あと大阪がリクエストが来てるので、大阪も占いますね。神奈川がなんか誰から選べばいいのみたいな感じになってるのはちょっとツイッターで見てて紹介しますね。どんなツイートがあるかって、いいねとかでがいっぱいついて話題になってるやつをペタペタ4つ貼りますね。なんだ、神奈川県知事選で検索して、多分これ注目されてるツイート、なんだ、私がフォローしてるしてない関係なく出てきたやつ貼ります。まずマキさんは原発ゼロだそうです。で、加藤健一郎さんは千葉県知事選で小池百合子さんにプロポーズした人ですね。記憶に新しいですね。百合子さんと結婚したいって言った人ですね。で、黒岩現知事は不倫メールの文春法が最近あって、数日前、いつだ、一昨日とか、気持ち悪いメールがアワビにバナナみたいな気持ち悪いメールが流れてしまって、ええー、みたいな。で、大津彩香さんはこの前占いました。政治家女子48党の党首で、なんかこう、減税政策について、どうやって考えてるのって言われたら、詳しいことはわかりませんって言った人ですね。そう。他にも3人ほどこう貼りますけれども、共産党推薦、ゆり子と結婚、神奈川のことは調べない。調べてないのでよくわからないっていうおつさんとかね、マジで地獄だな、死のグループ経営みたいなとかね、いろいろ言われておりますけれども、どうでしょう、神奈川の皆さん、誰に入れますか。確かに黒岩さんのメールがなかったら黒岩さんがダントツだったの。ちなみに多分文春法が出る前の世論でこれなのね、見せるけど、まあ、ツイッターの世論調査。だから、ちょっとまあ、偏りはあるかもしれないけど、まあ、黒岩さんがダントツなのよ。まあ、そうだろうなと思って。まあ、でも、メールが出ても、でも、消去法すると、黒岩さんに結局が多くなるのかなと思って、自民、公明、国民、民主が推薦してるし。じゃあ、ゆり子さんにプロポーズはちょっと多分、そんな、ないし。おつさんがどこまで伸びるか。マキさん、共産党。そうだね。これさ、誰がなるっていうのを多分占わなくても多分黒岩さんになると思うので、一応まあ見るけど誰が優位かって。まあでもこの動画のメインは、誰がなったら本当に救ってくれるのみたいなところをメインで見ようかと思います。多分黒岩さんがリードしたまま行きそうじゃない？メンバー見る限り。あんなメールは出たけれども。出たとはいえ、じゃあ誰が優勢ですか？誰が優位ですかっていうのかな？誰が優勢ですか？選挙。4択。岸、加藤、黒岩、大津、4人並べます。誰が文春法この時期に流したんだろうね。まあ他の党の人だろうね。ね。野党系の人が流したのかわかんないけど、そうだな。いや、読んでないんだけど、相当気持ち悪いメールだから読まない方がいいみたいに書いてあったから読んでないんだけど、そんなに気持ち悪いメールだったんですか、ね、岸さん、加藤さん、黒岩さん、死神は出たんだけど、強烈なのは出たな。待って、黒岩さんいいカードかなって思ったんだけど。そうなんだ。大津さん。待って。もうなんかよくわかんないね。対策終点タワー。大トンデン返しで黒岩さん落ちるってあるかな。いやー、さすがに落ちない気がするけど、強烈になる。のが出たね、タロットさんね。出したね、死神のカードって。相当、で、対策終点にもタワー。誰が優位か。まあでもこれなんか、4人の、4
4人をこう並べてみたいなのじゃなくて、その人の中での相対的な感じがするよね。なんかこの中で見ると岸さんが一番優位なカード、ちょっと加藤さんと大津さんあんまりいいかな。でも黒岩さんのこの落ち方みたいな、死神、うん、カードで見ると黒岩さん死神は出てるけど、その黒岩さんの中でガンってひどくなっただけで、なんかね、さっきの調査見る限り受かっちゃいそうな気がするけどね。受かっちゃいそうっていうか、受かっちゃダメで、どんな表現をしたらいいのかもうわかんない。ちなみに私だったら誰入れるかな。結局黒岩さんかな。あの不倫メールが気持ち悪くても難しいね。まぁ、ちょっと今の誰が優位かは、あんまり気にしないでください。多分、もう、調査も出てるし、黒岩さんじゃないかなって、なんとなく思うけど、大事なのはこっからです。うん、誰が優位かはあんまり気にせず、誰が受かる受からないか。岸さんが、知事になったら、どうなる？これは、だからここに書くのは、岸さんが知事になったら、神奈川県はどうなるって書きます。そっちの方がね、大事なので、メインなので。さっきの誰が優位かっていうのは、なんかちょっとエンタメ要素強めでタロットさんが出した気がする。黒岩さんの死神って、そんな強烈にいいだ。出すんかと。でも高齢者の方までそんな知るかな、そんな不倫の話とか。ネットだとさ、みんな知るけどさ、ネットやらないと多分出てこない、知らないで終わる話だよね多分ね。マキさん、原発ゼロ。神奈川がどうなるかの方が重要です。スバッと出ました。まあまあいいよ。まあまあいい。そんなに悪いことはしないよ。なんか、悪どいカードは出なかった。うん。そうだね。あ、でも、岸さんにとっては、ものすごい、知事っていうのは重圧すぎて、あんまり向いてない気がする。かなりしんどい思いをすると思う。あと、気になるのなんだ？なんか、そんなにパッとしたカードじゃないから、なんか、派手なことはないと思う。良くも悪くも、特に何も起こらずに、なんか、進んでいきそう。まあでも、最終結論がペンタクルの7なので、ある程度のとこまでやって、じゃあ見直そうか、みたいな感じ。まあまあいいかな。救うか。対策中点が太陽なんだね。何を表してるかな。いや、ここに出るとまあ単純に全然大丈夫だよっていうね、時も表すこともあるけど、原発ゼロかと、なんか関係あるかなと思って。ね、太陽のカード。うん。これ、何点？点数つけるとしたら、あ、でもそこそこいいですよ。なんか向いてないけど、圧倒的に知事職は向いてないけど、70点。点くらいは言ってんじゃないかなと思う。もっと80点、うん。悪いカードが出なかった。ただ、めっちゃ明るいカードが出るわけでもないんだけど、すごいひどいわけでもない感じ。うん、続いて、加藤健一郎さん。ゆり子さんにプロポーズ。今回はなんか、何もしなかったの。政見放送って、あれ神奈川ってもうあったのかしら。あるか。プロポーズというとね、後藤照樹さんも、後藤照樹さんのプロポーズも同じ時だったんだっけ。まさかのプロポーズ被りだったんだっけ。政見放送が。ね。懐かしいね。ズバッと出ました。加藤さんは点数で言うと30点くらいかな。まあ、なんか、すごい孤独だよね。誰も仲間がいない感じだし、うん。なんか、暗闇の中で一人で政治をするみたいな感じ。
新年はあるんだけど、あるんだ。わかんない。なんか、プロポーズしちゃうくらいだから、新年ってなんだろうって思ったんだけど、新年、強い新年はご自身持ってるって言ってるんだけど、とにかく誰も、周りに誰一人として仲間っていうか、協力してくれる人ゼロ、応援してくれる人ゼロ。なので、まあ、でも、助けはあるよみたいな、救いの手が差し伸べられるみたいなのあるけど、基本暗闇、真っ暗闇の中にいるかなっていう感じがして、かなり厳しいと思う。政治どころじゃないんじゃないかなと思った。なので、まあ、30点くらいかな。神奈川県、うん。ちょっと、豊かな方向にはいかない気がする。で、黒岩さん、4期目か。確かに長いね。3期やったんだ。4期目。なんでみんなこんななんか不倫とかしちゃうんだろうね。もうこんな立場なら、絶対誰かがずっと張り付いてたら絶対バレるじゃない。ね。なんかバレない自信とか、どっから湧いてくるんだろうみたいな。不思議だね。人間って不思議だなって。もうね、日々ね。黒岩さん。タロットさんが黒岩さん、優位ですかって言って死神を出すあたりのセンスがね、好き。まあ、黒岩さんにとっては死神くらいのインパクトがあるんだろうけど、まあ結局、受かっちゃうんだろうけどね。ダントツだったから、そこから落選はなんか、ありえない気がするんだよ。ズバッと出ました。黒岩さん、ああ、もうやったとしても、今回、第4期やったとしても、もう、次はやんない方がいいかなって出てるね。そろそろ去った方がいいかな、みたいな。的確な判断をしそうだし、行動力もあるんだけど、なんか足りないのが周りとの調和ね、議会とかさ、調和とか優しさとかその部分、なんか人としての感情みたいな部分がなんか抜けて足りないみたいな感じ。それで力が発揮できないかな。なので神奈川県どうなるか、黒岩さんだと点数だとこちらも30点くらいかな。加藤さんと同じくらいかな。もう、そうだね。最悪な感じは出てないよ。トラブル、アクシデント系は出てないけど。まあ、そろそろ変わった方がいいかな、みたいな。でも変わるにしても、対抗馬としてな、ね、いい人がいてくれないと、変わるに変われないけどね。そうだよね。困ったね。で、大津さんはね、この前政治家女子48と占った時にどんな人って占ったらかなり悪どいカードが出てしまって、これは私が占った中でこの人誰シリーズの中で一番悪そうな感じだねって言ったのがつい最近のことですけれども、なんか神奈川のことは知らないけどとかね、党の宣伝になればいいとか、だいぶ失礼なこと言ってるね、神奈川の人に対して。知らなくてもいいとか、知らなくて、まあこれから勉強するって言ってるのか、今は知らないけどみたいな、減税って減税何それ美味しいのみたいな、わかりませんってすごいね、そのメンタルがなかなか言えないよね。私だったらドキドキしちゃって、わかんないわかんないけど答えなきゃってビクついちゃうけど。ズバッと出ました。大津さん、このソードの8の逆どう見るかな。え、すぐ辞めるか。すぐ辞めるってことある？知事をすぐ辞める、そんな投げ出すみたいなのって あるんですかね。投げ出すか、あ、党を投げ出すもあるか、なんかを捨てそうだなと思って、結構早々に。で、周りからはかなりがっかりされるよ。うん、その周囲のね、関わる人たちとか、
県民かもしれないけど、一応ね、真面目に勉強はしそうなんだけど、いやー、でもどうかな。最終結論はいいの、月の逆。迷い、ただなんかからこう解放されるみたいな感じだから、なんか続かない気がする、やっぱり。知事が続かないか、48党を辞めるか、なんかをバッて辞めて、これどうしようか、点数。なんかもう辞めるに見えてきちゃった。なんかやっぱやめたみたいな。もしね、もしも当選したらね、もしも当選しても、半年とかで、やっぱやめます、みたいな。なんか軽くなんか、さっそうと去っていきそうな未来がちょっと、こう、ビジョンに浮かんでしまって。うん、そうだね。最終結論からは別には、月の逆だからいいんだけど、普通だったらよく読むかもしんないけど、私もこれがもう、うん、解放されんだって思ったら、彼女が楽になるって言ったら、やめるかなって思っちゃって。点数なしでやめるかもね、そのね、みたいな感じで。はい。もう一回選挙、みたいな。すぐに選挙、みたいな感じになるかもしんない。はい。こんな感じなので、神奈川を救うのは誰？一番点数良かったの、岸さんかもね。そうだね。岸さんですね。そんな感じでございます。黒岩さん感情の部分が欠落してるみたいな感じが出てしまった。そうかと思って。難しいね。誰に入れるか。確かにこれ難しいよ。はい。では、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。グーなので、パンの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。